16本。おい、ナイス。え、強い。ナイス、強。みんな強。ね、めちゃくちゃいい形で勝ったんじゃない、これ、やっぱり。おもろいな。これおもろいな。え、マジおもろいな。めちゃくちゃおもろい。おもろいわ、このゲーム。楽しい。もうそろそろアップデートきますよね。CS2 に。2が来るみたいな。小細工があんまりない感じがいいね。そうですね。いや、そうね。どこ言えばストッピングしていらねえな。投げ物もね、失敗っていうのもありますけど。そこだけか。悔やまれる。投げ物に関しては。難しいもんね。感覚が今やってるゲームと違いすぎる。そうなんですよね。インタビューをしていきましょう。先ほど勝利を収めました股間爽快5の皆さんです。聞こえますか？はい、聞こえます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、さすがのプレーでした。まずはリーダーのカルビさん、はい、試合を終えての感想を教えてください。いや、めちゃくちゃ楽しい。敵の股間にヘッドショットしちゃいました。股間にヘッドショット、どこの頭でしょうか。かなりこう練習されたと思うんですけども、え、話題どころじゃないですよ。そうですよね。やっぱりケアしなければいけないですからね。確かに、はい、危な。でもこうカルビさん、こう実際にこうプレイして連携などは取れていきましたか？もう連携のおかげで勝ったみたいなもんですね。これはパーフェクトでした。こう指示はどなたがされてたんですか？だいたいアデさん、ミリオンさんですかね。こうね、こう皆さんもこう武器をね、こう P90 にしたりとかね、あったりとかで、あの動きが速くて、豆さんもすごくカバーが速いっていうふうにおっしゃってたんですけど、カバー意識とかどうでした？カバー意識、カバーしてもらいました。それだけこうカルビは一人でいいよと。そう、うん、全部優しかったです、みんな。素晴らしいね、プレーでした、連携力でした、はい、ありがとうございます。そしてオニアさん、はいはい、かなりね、こうスナイパーのアウプ使ってましたけども、今日のプレーいかがでした？そうですね、やっぱりその僕も15年前にコニキコ似てるゲームやっていたんですけど、はい、やっぱその時のこのクラン戦というのがあってね、5対5の、うん、でそこでやっぱりアデさんがオーダー入って、ミリオンさんが、ね、火力出しながら、カルビさんとね、ヘンディさんでこうカバー行って、俺がスナイパーで仕留めるっていうのが、うん、本当にね、こう15年前の、ね、ゲームを思い出すというかね、やっぱこの雰囲気 FPS ですよね。スキルの弊害なく、そして報告はエイロンショーと、何枚当てた、そこすらないわけですよ、やったのみですね。これがやっぱいかにこう非常にシンプルで楽しいかとか、まあ、本当にこう、気づいたわけじゃない、うん、懐かしい、そして再認識する、そんな試合でした。あ、いいですね、素晴らしい、爽やかなコメントありがとうございます。さあ、そしてトナカイトさん、はい、我々も驚くほど、もうキルもね、取りまくるし、いいカバー入ってましたけども、え、実際 CSG は経験っていうのはどのぐらいあるんですか？これ2回目のプレイ、で、はい、で、まあでもあのサポートというか教えてくれるのがすごかったのと、うん、やっぱりあのケアの差が出ましたね。股間のケアの差、はい、うん、やっぱりそう、各所のケアにもつながってましたんで、はい、やっぱりデリケートエリアのケア怠ってるなっていう風に感じましたね。確かに自分のケアできない人は、そう、はい、周りのケアできないですからね。そうなんですよ、うん、はい、いいこと言った、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてミリオさん、はい、まあ、ちょっとこうモロトフで炎上するシーンっていうのがありました。あら、はい、あれはノル、まあ、ノルマクリアです、炎上の。あんまやっぱこう割とこう都のあの投げ物の投げ方でずれてるって、あ、そうです、まあ、感覚が違いました。そうですね、もう完全に忘れてます。やっぱみんなエイムはいいんですよね。そう、エイムはみんなちょっとやっぱり取り戻してきてるんですけど、投げ物がちょっとあれっていう。でも実際こう、まあ、対戦相手にはミッチさんとかも言いましたけど、いかがでした？まあミッチはまあ全然大したことないんで、ああ、やっぱそうですね、ケアが足りてないかなって。この感じいいわ、マジで昔の FPS 感っていう。めちゃくちゃいい。僕らのいわゆるその観戦視点で見てましたけど、ミッチ相当あの右に縛かれてたので。いや、この後もね、楽しみしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてアデさん、はい、すっきりしたポイントありますか？まあ股間もそうなんですけど、やっぱデリケートエリアが本当にすっきりしましたね。相手がちょっと逆に消えちゃったのかなって、デリケートエリア。ごめんなさい、僕たちすごく熱くなったんですけど、デリケートエリア、うん、その点、はい、うん、まあ、この試合で硬くなったんじゃないですか。いいことではないですけど、まあまあ胸をケアできたということですね。はい、そうですね、かなりスッキリやね、はい、スッキリね、ここは
股間のケアの差で勝っていったと。はい、ということで、はい、股間爽快5の皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この後もね、あのインターネット正直だから俺、阿部さんとかビリオンさんもっとゴリゴリ下打ちするのかと思ってましたよ。どんな人間だと思ってますか。古来の FPS って俺ね、今でこそ叩かれちゃうけど、当たり前じゃないですか。いや、そんな叩かれないですよ。でもこういうバーやったら全然ね。そうっす、うん、このミリオンさんもさ、バッてこう相手こう、あ、大したことなかったっすねって、やっぱ昔のゲーマーのインタビューってこんなイメージだったから、みんなその味チームでも同じゲームをやってるのがファミリーだよねみたいな。まあ今日は股間打つならいいんじゃない、はい、あー確かに確かに確かに、うん、股間打ち、ね、股間打ちなら教えそうだけど、これ股間打ち、股間ラインだったもん、ね、もうん、ずっと股間狙ってたもんね。何やったっけ、打ち込むところなんて言うんやったっけ。あー、コンソール、あ、コンソールって どこから出せんやろ。あ、一応半角全角、あれこれ私だけかな。まあそうです。半角全角、これさ、訓練所みたいなのってないんですか。射撃訓練所みたいな。訓練所あるんすけど、なんかちょっとなんかめんどくさいんですよね。ワークショップとかから取ってこないといけないんですよね。あ、そうなんや。あ、いいな、めんどくさい。あ、まあ今の親切すぎるような今のゲーム。だいたいゲーム内で解決できるんですけど。ここ簡略化されてきたら、そうですね、また息吹き返しそうやね。確かに、これは結構訓練場ないわ。やばそう。ね、こういうコンソールとかがやっぱ難しいですよね。慣れてない人は。そうなんですよね。こんなの正直、これプログラミングよね。ここに打ち込むってことですもんね。プログラミング。そうですね。そうそうそう。ダッシュモードみたいな。ちょっとじゃあ、ノラマッチ。ノラマッチ。長くないそれは。やばいってそれは。わかんない人はコンソールでこれ入れたら入るんじゃないですか。あ、助かる、めっちゃ助かる。え、コンソール便利なの、割と慣れたら便利です。なんかコマンドとか覚えたりしたら。でもあれやね、コンソール便利、コンソール入れなくてもできるの。確かに。オプションから全部できる。確かに。